それではよろしいでしょうか。はい、それでは引き続きまして、先日の2月26日大阪リオアリーナ大阪第二競技場大会三冠ヘビー級選手権試合で、見事史上歴代2位の記録となります8度目の防衛に成功いたしました宮原健人選手の明け会見をさせていただきたいと思います。それでは宮原健人選手、感想の方よろしくお願いいたします。はい、まず2月26日、大阪会場が揺れんばかりの大熱狂の上防衛できたことを嬉しく思います。最多防衛記録まだ遠くにあったんですけど、もう目の前に来た。現在2位ですか。まあただ僕は2位には興味はないので、何においても1番が大好きなんで、ただ最多防衛記録2位1位に向けて防衛ロードあと2回楽しみですね。ただ1番が好きっていうだけじゃなくて、まだ理由はあるんですけど、それはその夢が叶った時に言いましょう。夢は叶った時に言う方がかっこいいですから。以上です。はい、ありがとうございました。まあ先ほど言われた1番ではないんですけども、はい、まあ三冠初体感から1周年、うん、でかつ誕生日の前日に三冠ベルトを防衛したっていうのは気分のいいことだと思います。そうですね、何かこう28歳を迎える宮原健人の前日にね、8回目の防衛戦が行われるっていうのもなんか俺のための大会みたいなね、そういった感じもするし、とにかくあの大阪大会は本当に最高マックスでした。これで1年以上このベルトを守り続けてきたことで、よりもともとあった自信がより大きくなってると思いますけど、そう、まあ回数以上にね、1年間持ってて毎回毎回応援してくれる皆さんが試合後に最高と叫んでくれて、そういうものがなんか自分の後押しになって今を迎えたかなっていうのはありますけどね、僕だけの力じゃないですね。これで3月は三冠戦が行われないということでして、ということは三冠チャンピオンと4月のチャンピオンカーニバル出場が決まりましたけども、それに向けてはいかがですか。そうですね、メンバーを見渡してもね、一戦も、まあ、もちろん抜くとこはないんですけど、なおさらチャンピオンとしてね、このチャンピオンカーニバルを本当一試合一試合ね、お客さんにアピールしないとこれ本当に埋もれちゃうんで、チャンピオンこんなもんかってね思われるの僕尺なんでね、三冠チャンピオンとしてねチャンピオンカーニバルを制するっていうのもあんまりないことなんでね、そのジンクスも覆そうかなと思ってますし、とにかく3月もねチャンピオンカーニバルまでね、そういう前哨戦じゃないけどね、参加選手の戦いがいっぱいありますからね、そこで一発かましてやろうかなとも思ってますし、そういう気持ちです。まあ、去年もチャンピオンカーニバル、はい、まあ、三冠チャンピオンとして出場して優勝ならなかったんで、うん、まあ、今年はより優勝しなきゃいけないという気持ちですね。まあ、去年のことはもう忘れましたけどね、全然覚えてないですね本当に。そうですね、なおさら前回はねチャンピオンになってすぐのチャンピオンカーニバルですからね、ただ今はもう1年持った三冠チャンピオンですから、見られてる見られ方も違うんでね、見せ方も変えようかなと思ってますけど。その見せ方を変えていくと、はい、言える範囲で具体的に見せ方は、まあ、僕から目を離さなければ間違いなく分かるでしょう。まあ、そのリーグ戦ですけど同じブロックで、あ、まあ、他のブロックでもいいんですけど、うん、気になる選手って言います。いや気になりすぎますよ、みんなびっくりしますよ、本当に気になりすぎてもう眠れないですよ、まあ、嘘ですけど眠りはするんですけど、まああの参加選手本当見てね、今からもう毎日毎日ね、この対戦相手だったらこうしようとかねイメージして眠れませんよ。まあ眠りますけど、そんな感じの本当にもう気分が高揚してますよ。だから本当3月ねチャンピオンカーニバル参加選手も3月12日もそうだけどいっぱい当たりますから、3月も気抜けないですね。もしかしたらチャンピオンカーニバルに行くまでに3月で
流れが変わる可能性も大ですから、それぐらい3月シリーズ最初の開幕戦からもフルスロットルでいきたいですね。宮原さん、28歳はどんな1年にしたですか？28歳ですか、28歳ですか、僕も感慨深いですね。そうでもないですか。まあ最年少チャンピオンとして、最年少チャンピオンとして最多防衛記録を作るっていうのはちょっと僕にふさわしいかなっていうのも思うんで、僕で全部記録塗り替えちゃいます。そういう年に28歳はしたいですね。ファンも含めて、はい、記録に対する期待ってやっぱ感じますか？意外とまだそこまで感じてないですね。僕の方が感じてるかなっていうぐらいなんで、僕しか言ってないんじゃないかっていうぐらいまだ感じてないんで、まあでもそうやって僕は自分で発信して後からお客さんもついてきてもらうっていう、それが僕のやり方なんで、まだそこまでの期待度は感じないですけど、まあこれから間違いなくそういう目で、お客さんの目はそれに向けての防衛記録を期待するお客さんの目に変わっていくと思いますよ。口に出すことで自分にプレッシャーかけてる部分みたいな。そうですね、そうやって僕は自分は、26歳と11ヶ月で取ってからやってきたんで、1年間、まあそれは28歳で宮原健人も変わらないですね。